んにちは。9月、某日、地元は夏休みも終わり、海水浴客もいなくなったので、九十九里浜までドローンを飛ばしに行きました。昨日の九十九里浜は、風が強すぎて全然飛ばせなかったので、今日こそリベンジで飛ばしに行くぞ。よく晴れてて気持ちいいな。さて着いたぞ。あれ、今日は人が多いな。なんかのイベントかな？結構風強いな。大丈夫なのかこれ。風速毎秒5メートルから6メートルって感じですね。強風にもかかわらずフライトを欠航したウプ主。機体ロスとしても知らないんだからね。まずは DJI 社のマビックエアの映像。結構サーファー多いな。風あるしな。ちょっとかっついた。おおった。カメラが傾いた。不安定だが、カメラは安定した結果でした。どちらの機体も、強風に関しては、一長一短の結果に終わりました。ご視聴ありがとうございました。